皆さんこんにちは。転職を考える看護師さん、理想の職場を見つけるのに苦労していませんか？どの職場が自分に合っているのか、どうやって探せばいいのか、そんな悩みを解決します。本日の動画では、職場選びで重要な5つのポイントを深掘りしていきます。これを見れば、あなたにぴったりの職場がどんなところか明確になり、転職活動がぐんと楽になります。最後まで見ることで、理想の職場を見つける確かな一歩を踏み出せるようになります。当チャンネルは、看護師の皆さんが直面する様々な悩みやキャリアの転機にフォーカスを当てた専門チャンネルです。看護師としてのキャリアパス、職場の悩み、転職の際のアドバイスやヒントを提供します。気になる方は、チャンネル登録しておいてください。また、LINE では看護師さん向け電子書籍5大特典プレゼントが無料でもらえますので、下の概要欄の方から登録をお忘れなく。それでは、本編をご覧ください。理想の職場とは何か？まず、理想の職場とは何かについてお話ししましょう。理想の職場を考える際、まず重要なのは、私たち看護師が専門スキルを活かしつつ、継続的に成長できる環境であることです。この点は非常に重要で、プロフェッショナルとしての自己実現に直結します。また、仕事と私生活のバランスを保つことができ、心身ともに健康を維持できる職場であることも求められます。これは、長期的なキャリアを築く上で欠かせない要素です。最後に、私たちが最も大切にしている患者さんへの質の高いケアを提供できる環境である必要があります。これらの要素が揃った職場こそ、私たち看護師にとっての理想の職場と言えるでしょう。ポイント1、職場の文化と雰囲気。まず、理解しなければならないのは、職場の文化とその雰囲気が、働く上での満足度に大きな影響を与えるということです。理想の職場とは、単に給与が良いとか、勤務地が便利な場所にあるということだけではありません。職場の文化、つまり、そこで働く人々の価値観、互いに対する態度、そして職場全体の雰囲気が、私たちの仕事のやりがいや職場での幸福感に直接関わってくるのです。では、どのようにして、この職場の文化や雰囲気を事前に調べることができるのでしょうか？一つの方法は、オンラインでレビューや評価をチェックすることです。今では、多くの看護師が自分の経験を SNS や専門サイトに投稿しています。これらの情報から、実際に働いている人々の声を聞くことができます。また、職場を訪問する機会があれば、その際のスタッフの様子や、職場の環境を直接観察することも非常に重要です。スタッフ同士のコミュニケーションの仕方や、患者さんに対する態度など、実際に目で見て感じ取ることで、職場の真の雰囲気を把握することができます。このチェックポイントを抑えることで、ただの職場ではなく、自分が本当に働きたいと思える理想の職場を見つけることが可能になります。職場の文化と雰囲気が自分に合っているかどうかを見極めることは、長期的に満足のいくキャリアを築く上で、絶対に欠かせないステップなのです。教育研修体制。次に重要なことは、教育研修体制です。看護師として、専門的なスキルと知識は、日々進化しています。そのため、継続的な学びと成長は、私たちのキャリアにとって不可欠です。まず、教育制度の重要性についてです。看護師としての専門性を維持し、最新の医療知識と技術を学び続けることは、患者さんへの質の高いケアを提供するために欠かせません。理想の職場は、このような継続的な学びをサポートし、促進する環境を提供するべきです。次に、研修体制の質を評価する方法についてです。この点を評価する際には、研修プログラムの内容、提供されるリソース、実施頻度、そして研修に対する同僚や管理職の姿勢を確認することが重要です。面接時や見学時に、これらの点について質問し、現場のスタッフから直接情報を得ることが役立ちます。最後に、継続的な学びの機会をどのように確保するかについてです。理想の職場では、定期的な内部研修の他に、外部のセミナーやカンファレンスへの参加支援も提供されることが望ましいです。また、学びのための時間や資金面でのサポートも重要な要素です。結論として、教育研修体制は看護師としての成長と患者ケアの質向上のために非常に重要です。理想の職場選びにおいて、このポイントを見極めることは、あなたのキャリアにとって有益な投資となります。
勤務条件と待遇、理想の職場は公平で満足のいく給与、バランスの取れた勤務時間、十分な休日を提供するものです。看護師にとって仕事は生活の大部分を占めます。そのため勤務条件や待遇は職場選びにおいて極めて重要な要素です。良い勤務条件と適切な待遇は長期的なキャリアの持続可能性を支え、職場の満足度を高めます。例えば C 病院では看護師の平均給与が地域平均を上回り、加えて年に一度の業績に応じたボーナスが支給されます。また C 病院では勤務シフト制を採用しており、1ヶ月単位で勤務時間を調整することが可能です。これにより看護師はプライベートの予定や家庭の事情に柔軟に対応できます。さらに年間休日数は120日と業界平均を上回っており、看護師が十分な休息を取ることを奨励しています。勤務条件と待遇のチェックポイントをしっかりと確認することは、看護師が長く働ける職場を見つける上で不可欠です。給与や勤務時間、休日数だけでなく、それらの条件が自分のライフスタイルやキャリアプランに合致するかも考慮する必要があります。待遇の比較方法を理解し、必要に応じて交渉を行うことで自分にとって最適な職場を見つけることができます。キャリアパスと発展の可能性、看護師としての長期的なキャリアを築くには職場が成長と発展を支援する環境であることが不可欠です。これには昇進の機会、専門的な研修へのアクセス、そして個々のキャリア目標と職場の目標との整合性が含まれます。例として E 総合病院では看護師に対してキャリア開発プログラムを提供しています。このプログラムにはリーダーシップ研修、専門的な認定資格取得のためのサポート、さらには海外の医療機関での研修参加の機会が含まれます。こうした取り組みにより看護師は自身のキャリアパスを有意義に広げることができます。また E クリニックでは看護師が自身の専門分野に応じてキャリアパスを設計できるよう個別のキャリアカウンセリングを実施しています。これにより看護師は長期的な目標を明確にし、それを実現するための具体的なステップを計画できるようになります。看護師が理想の職場を選ぶ際にはキャリアパスと発展の可能性を重要視することが重要です。自身の専門的成長を支援し、長期的なキャリア目標の実現を可能にする職場を選ぶことで、看護師としての満足度とモチベーションを高めることができます。患者ケアの質。看護師の仕事の核心は、患者に対する質の高いケアを提供することにあります。そのため、患者ケアの質は、職場を選ぶ際に最も重要な基準の一つとなります。理想的な職場では、患者の安全と満足度を最優先事項とし、看護師が最良のケアを提供できる環境が整っています。例えば、F 病院では患者ケアの質を高めるために、看護師と他の医療スタッフが密に連携するチームベースのアプローチを採用しています。このアプローチにより、患者一人一人のニーズに対応したカスタマイズされたケアが可能となり、患者満足度の向上につながっています。また、G クリニックでは看護師が患者ケアの質を向上させるための定期的な研修に参加することが奨励されています。これらの研修には最新の医療技術や患者コミュニケーションスキルの向上が含まれます。さらに患者安全性を確保するためのプロトコルや手順が常に更新され、全スタッフに周知されています。看護師として理想の職場を選ぶ際には、患者中心のケアへの深いコミットメント、ケアの質を高めるための職場の取り組み、そして安全性と患者満足度をどのように評価し、向上させているかを見極めることが重要です。これらの要素は、看護師が職場での役割を最大限に果たし、患者に最高のケアを提供するための基盤となります。まとめ、この動画を通じて、看護師として理想の職場を見つけるためには、職場の文化と雰囲気、教育研修体制、勤務条件と待遇、キャリアパスと発展の可能性、そして何より患者ケアの質を深く理解し、これらを重視することがいかに重要かを学んできました。ここで改めて、これらのチェックポイントを振り返り、重要ポイントを再確認しましょう。最終的に、私たちが目指すのは、自分自身が成長し、患者に最高のケアを提供できる環境です。そのためには、自分の価値観と職場が提供するものが一致していることが不可欠です。最後までご視聴いただき、
ありがとうございました。よければ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が皆さんの役に立てば幸いです。これからも看護師としてのスキル向上のために、このチャンネルを活用してください。次回の動画でも、皆さんの業務に役立つ情報をお届けします。コメントや質問は、ぜひ下記のコメント欄にお寄せください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。